おはようございます星野瑠璃です2023年札幌2歳ステークスの予想ということで今週で夏競馬は最終週となりまして久しぶりに土曜日にも重賞レースが行われます等数は少なくなっているんですが新馬戦を強い勝ち方をした馬が何頭か出走してきていますので注目のレースとなっております まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1。一番人気。こちらが過去10年の一番人気の成績です。10頭中6頭が馬券に絡んでいて、絶対的な信頼は置けないぐらいの数値になっております。ただ、もともと札幌2歳ステークスは一番人気がとても強かったレースでして、 2003年から2012年までの10年間は8回馬券に絡んでいました。ここ10年の成績が悪いだけで、現在は2連勝中となってますので、また一番人気が強いレースになってきているのかもしれません。今年の一番人気は前評判が高い外野メンテになりそうです。続いてデータその2。逃げ馬。 札幌二歳ステークスは、差し追い込み決着になることが多くなっていて、逃げ馬どころか先行馬も馬券に絡みにくいレースとなっています。過去10年で逃げ馬は、2013年のマイネグレ,ルグレビルと2016年のトラストしか馬券に絡めていません。この表は、前走逃げた馬の 札幌2歳ステークスでの成績になっています。過去10年で31頭が出走していて、馬券に絡んだのは3頭しかいません。馬券に絡んだ3頭は3頭とも札幌2歳ステークスでは逃げていませんでした。そしてこちらの表が前走逃げた馬で札幌2歳ステークスで 5番人気以内になった馬の成績の一覧となっています。14頭も人気馬がいて、3頭しか馬券に絡めていないので、かなり相性が悪いです。3番人気以内に絞ってみても、12頭いて、3頭しか馬券に絡めていません。今年の出走馬でゼンスを逃げた馬は、マーゴット・ソラーレ。 セットアップ、パワーホールの3頭となっています。パワーホールとセットアップあたりは人気になりそうな馬となっています。続いて、データその3。前走北海道以外の馬。前走が北海道以外の馬は、出走頭数は少ないんですが、馬券に絡むことが多いです。過去10年で8頭が、 馬券に絡んでいて、特徴としては8頭中6頭が5番人気以内の馬でした。今年の出走馬で前走が北海道以外の馬は、トレミニョン、ギャンブルルーム、ロジルーラーの3頭となっています。上位人気になりそうなギャンブルルームは必ず買っておいた方が良さそうで、後の2頭は福島組になっているんですが、 過去のデータからも福島組が穴を開けているので、穴候補として注目の存在となりそうです。データはここまでとなりまして、ここからはまとめに入りたいと思います。札幌は今週が最終週で、2週連続で雨の中で競馬が行われたので、馬場はかなり荒れていそうです。先週の日曜日は雨馬場で、 先行場が残る競馬が多かったんですが、両馬場だった土曜日は差し馬の活躍が多かったので、天気によって馬場傾向がかなり変化している感じです。今週は天気予報を見てみると、金曜日が雨予報で、土日とも晴れとなってますので、どこまで馬場が乾くのかがポ,リポイントになってくるんですが、 おそらく例年の札幌2歳ステークス同様で差し馬が有利な馬場になるんじゃないかなと予想します。ということで私の本命は10番の路地ルーラーにしたいと思います。おそらく土曜日はややおもで開催されるんじゃないかなと思っています。そうなると馬場はかなり荒れているはずだから外枠の馬の方が有利になるような感じがしています。 ロジルーラーは未勝利の勝ちタイムはかなり平凡なんですが、その時の福島は両馬場だったんですが、全体的にかなり時計のかかる馬場状態でした。しかも終始外を回されていて、4つのコーナーをすべて大外で回っていましたし、最後のコーナーはさらに外を回されていましたので、離さがちだったんですが、内容はかなり強い競馬でした。 500キロを超える大型馬なので、使うごとに馬体が絞れてきていて動けるようになってきていますし、一週前までは日本のウッドコースでしっかりと追い切られているので、他の馬よりも成長していても、ここはおかしくありません。母父がサン,サンデーサイレンスという現在ではかなり珍しい血統で、兄弟には長距離重傷を飼っている グロンディオーーズとムスカテールがいる両欠です将来的には長距離重賞の常連になってきそうなんですが2歳の夏の時点では 1800m が長距離みたいなものですからスタミナ勝負に持ち込むことができれば人気馬にも勝ってくれるはずですそして2番手に挙げたいのが9番のガイアメンテ菅井厩舎といえば札幌が大好きで毎年 大活躍しています。札幌2歳ステークスも過去に10頭出走させて2勝2着2回3着1回で副勝率は50%ありますそれだけ出走していて活躍もしているんですがなぜか札幌2歳ステークスで1番人気になったことが今までに一度もありません今回のガイアメンテは初めての1番人気になりそうな馬となりました過去に 2番人気の馬は4と出走させて3と馬券に絡んでいます。菅井急車は札幌での人気馬はしっかりと構想させるケースが多くて、開業してから札幌での1番人気は全部で69回あって52回も馬券に絡んでいて、副勝率で言うと75.4%もあります。そして勝率も40.6%もあります。 さらに、竹豊騎手が札幌で菅井厩舎の馬に騎乗して一番人気だったケースは過去に6回あるんですが、5勝を2着1回とほぼパーフェクトな成績です。今回は相手が絞れなかったので、あえて人気薄の馬を軸にしましたが、相手はガイアメンテで問題ないと思います。解目なんですが、ロジルーラーとガイアメンテの二等軸で三連複の総流しにしたいと思います。 なので、三連複の二等軸流しで、9番と10番から全という計8点。まあ、このあたりで資金配分して購入しようかなと思っております。じゃあ、こんな感じで、札幌2サイステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またね